だ。そうか。森のマルシュ、上から見ても下から見てもトマト。もうね、多分3年間も天狗丸を食べてるのでね。バーベキューね、バーベキュこの上の方ね、これを額を額向けに折ることによってこう取れる感じね。こう額に折る感じね。真っ赤っか。これを額からこう取れた感じ。これなんか鈴なりになってるのね。こんな見事なのかな。ぶどうっぽい。だからこう来る感じ。こう。これも止まったよね。色が今色あるんだ。これとかね、額からこう折ってこういう感じ。ちょっとフラガールのまねしてから行くわね。こうね、そしてからこうやる。額のとこからこう、これをつけた方が新鮮でね、持つんだね。額の部分からこうする感じ。こっからこれで額を残す感じ、こう残す感じ。これの長持ちするから。うん、長持ちすごいこっちだね。これを額の部分からこういう感じ。こっちも行こうと思えば、こういう感じだね。消化ならぬ、トマト約1キロね、これで入るみたいなんですけども、もうちょっと満タンに入れれば、とにかくハウスの中は暑くて死にそう。熱中症になっちゃう。でもね、まあ結構ね、いいね、体験をできたとね思います。うん、トマト屋さんは大変やね、トマトを取るのにね。もうあんなビニールハウス、暑いところでね、毎日栽培して収穫してね、やってるわけですよ。でも結構これだけ取れたんでね、ワンダーっていう感じかな。うん、トマトからの、そしてまたトマトからの、反対向けてもトマトはトマト。まあそういうことで、いつも通り滑ったところでこれ行きましょうか。
はい、トマト入りました。トマトソフトね。トマトや、トマトや。トマトソフト。トマトソフトですよね。うん。マユ、うん、結構やじてんねこれね。いやいや、うまい、これうまいよ本当。実は皆さんねこれね、トマト狩り体験、そしてこれをトマト食べて、マユやわこれ。最高っす、最高っす。落ちたんが落ちとるからこれ。ああ喉がいた。暑いな。ビールでも飲みたいなこれな。ビールね。お、こんなところにビールが。よっ、入りましたビール。よっ、ワンペア。ビールワンペア入りました。このビールは飲めるか、とりあえず。なになに？うん。ビールね、こういうところで飲むビールは最高っすよ、ほんと。まずこれ見ます。音楽的には今流れてるのは、チャララララランランランっていう感じかもしれないんだけど、これね、いきますよ、ビール。チャララ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 、よし、いい感じ。いい感じ、いい感じ。バビール飲みたかったな、今日。うん。夏の暑いこの時期に、ビールの一杯、最高っすよね、ほんと。もうそろそろビールできるかな？できるかな？できるかな？できるのよ。できますか？っていう感じかな。なかなかできないね、これね。なんていうの？ほら、割り箸みたいな。まだ溶けてないもん、ほら。溶けきったらちょうどなるんちゃう？ビールみたいな。溶けきればね。なってきた、なってきた。なってきてるよ。結構下の泡が、こう、なくなってき、あの、玉がなくなってきて、泡がずっと上に浮いてきてるから、ビールっぽくはなってきてるよ。こういう感じ？ルネサンス。ね、ビール。いい感じでできましたよ。これからはこれ、このルービーで十分じゃないかな。コストも安いしね。で、これ、ここに入れたらレッドワイン。行ってみましょう。うまいかな。甘いわ。甘い。甘い、甘いよ。いやー、これね。懐かしいわ。懐かしいわ。これ子供のところに飲んだやつや。あの、顆粒入れての。顆粒入れて、こうやるやつやね、あれね。懐かしい味がする。だから、泡と色を出して子供がビールを飲んだ気になれる、飲んだ感を味わうために出てるんでしょうね、これね。懐かしいわ。甘いわ。酔えないわ。酔われへんわ、これは。うん。だから、フラガール。これね、レッドアイ。これ、レッド、これ入れて、ポチャンと入れたらレッドアイだけど、レッドアイだけれども、これね。おいしい。うん。これだって新鮮やね。うん。美味しいっすよ。そのね、これ、ルービーで寄ってきてあるもん。でもコロナ禍でね、ほんとこういうのお店入るときでも、本当はちゃんと検温っていうのはするべきと思うよ、俺はね。例えば塩が入ってくるとするじゃないですか。で、こう入ってきたら、こちらどうぞ。はい、ちょっと丘の方から検温させてもらいますね。OK です。じゃあ、手のひらお願いします。はい、OK です。じゃあ、足の裏の方お願いします。OK です。はい、お借りくださいませ。で、これが、この裏の検温でもね、ザー、うん、検温とかしないと、やっぱり、今の中、うん、きっちりとね。と思うんだ、俺は。だわかん、だわかん。そんなん違う。何のやつだ。これで、一人前。結構有名ですね、波を描くと。こう、麺の色が違うみたいな。結構。
お、これは下げていいね、トマトだった、こういうことですよね。収納やるぜ。まあ前菜で取り分けてたからこっちに入れた方がいいんじゃないかな。ソースだね。何ソースかな。これはこれ取れたファームで取れたトマトだからこうつけて食べれば。これ、サラハマのダメをブイヤベースを少しかけながらね、こういう感じでかけて食べれば。サラハマのダメ、いい感じじゃないですか。たまらんじゃないですか。これちょっとワンポイントの感じ。美味しそう。インドのチパカブラ、まあレッドはいい、レッドはいいな、目上がりね、これね。甘さが動くんだね。ハニー入ってるね。ワインバランスハニー。あ、このキャラメルの部分が欲しいよね。
しかもクリアな感じだね。クリア、クリアみたいな。体が温まるね。温まる体がね。2021年4月17日。でもこれまあ何年か経つとね、これまた改装されて新しくね、まあ、改装していく途中なんで、なってくるでしょう、多分おそらく。お待ちください。味のテナントが多い感じだよね。いわきの駅前もすごい。ミスタードーナツがあったところも、もうミスタードーナツ潰れちゃって、他の店にねあれみたいだけど、で終わったらジンパック。これだけ熱くなったら冷やで振る舞いね。
ペペロナーラ、サンピノチオ、サンピノキオじゃないの。ここが前に、なんかな、そういう、こういう店がね、あるんですね。紅茶の美味しい喫茶店これ。ゲストハウス。ハロー。17日、まあ、外国人の方が結構ね、いわきの駅前とかでちらほら見受けられますけども、これっていうのはコロナじゃないわ、コロリンピック、いやいや、オリンピックの都合でそうなってるのかどうかは私は全くわからないけど、東京2020ってなってるし。じゃ皆さん、ご機嫌、よろしく。チャンネル登録してね、できたらね、お願い。